リンリン、ハローパラレール、リンリンパラレールのリントです。はい、ちょっと今日ね、風呂上がりということで、マスクとかもね、何もしてないし、髪もね、まだ乾かしていない状態なので、こんな角度でお送りいたします。はい、今日はですね、タイトルにもあります通り、ハンドリング日記ということでね、新しくお迎えしたサバンナモニターね、まだ名前ないんですけれども、そのサバンナモニターちゃんのハンドリングをして、日々鳴らしていこうかなと。で、お迎え初日です、今日は。なので、2日に1回、3日に1回とかかな、動画にするのはね、毎日一応触っていくとは思うんですけれども、ちょっとご様子をね、確認しながら、ちょっとやっていこうかなと思います。で、今、ロッペ様をね、ハンドリングしてます。ロッペはおとなしいですね。ただ、足落ちちゃうじゃん。ロペはね、ケージから出てくるときだけちょっと暴れます。出たくないんだけど、みたいな。ただ、ハンドリングしちゃうとこんな感じでおとなしいですね。はい。いや、大きくなりましたね、ロペも。もうごめんよ。ちょっとさ、まっすぐになってもらっていい？はいはいはい。ほらほらほら。おそらく20センチあるかな。全長。全長多分20センチぐらいかな。あります。ロペはね、この辺をコロコロされると結構好きみたいですね。でロペはね、噛みついたことないです。私に噛みつかれたこともないです。テールアタック、そもそもヒョウモンって、てかレオパってね、テールアタックするのかな。テールアタックもされたことないです。まあ、ちょっと暴れてこう手からピョンって飛んでいこうとしたりするのは何回かありますけど、ほとんどないですね。すごいおとなしい子です、この子は。もうね、ハンドリングして10分ぐらい経つんで、ケージ戻るかい君。戻る気ねえな。すっげえおとなしい。うん、下ペロペロしてる。じゃん、ロペさん。プリップリですね。って言ってもね、この子餌1週間に1回ぐらいしか食べないです。食べるときは、餌が欲しいときか。まあ、自分から、ウェットシェルターから出てきて、まあ、私が帰ってきたのとか確認してね、いるのを見て、餌欲しいんだよって出てきて、餌をいつもこう、ちょんっての、置き餌をね、乗っけておける皿があるんですけど、今皿に、水あぶね、乾燥した水あぶをこうやって、置いてるんですけど、この前にね、こういう感じで待つんですよ。こんな感じでね。で、餌くれませんかーって10分ぐらい待ってるんですよね。その時に餌をあげるようにしてます。もうロペはほんと慣れたもんだね。で、うち、フクロモママちゃんたちもね、みんな触れ合ってるんですけど、今、ね、エンセファリト損傷になっちゃった子たち、2匹はちょっと触れ合いが難しいんですよね。基本的に隔離してほしいっていうことで、感染症なので。なので、その子たちは、隔離してますけど、他の、ギョロメちゃんと、ハロくん。ハロくんは普通に手に乗っけて。で、ギョロメちゃんはね、最初からいる子ですけど、一番やっぱり私のことがあんまり好きじゃなくて、そもそも人間が嫌いなのかもしれないんですけど、この子はね、たまーに手におとなしくしててくれるという感じ。おとなしくできないときは、全然私の指を噛みます。割と本気で噛みます。血がもう思いっきり、ブシューって出るぐらい噛みます。なので、噛まれそうになった瞬間、指ピッて、ピッて広げて。あ、ごめん、びっくりしたね。ごめん、ごめん。指、ピッてやって、基本的には、避けてね、やってます。まあでもたまには触ってあげないとなんで、基本的にたまに触ってあげるって感じですね。じゃあロペは戻ろっか。はい、ロペどうぞ。自分の部屋だよ。はい。はい、偉いね。ありがとうね。餌欲しかったら言ってるね。あ、今日は餌いらないね。もう戻ってったら。はい、では早速本題の方。本題まで長いね。で、今後はね、本題だけポポンと撮って、ちょっと映像記録としてね、残していこうかなと思います。早速ここにいるね。ただね、この下にいるんだね、今ね。ここの下。はい、ごめんよー。よいしょ。あ、ちょっとビビりだね、やっぱりね。
まだ来て1日目なんで。よいしょ。ビビリだけど、テールアタックとかは全然してこないね。うん。そんなに行くとね、手から落ちちゃうね、君。そんなに行っちゃうと手から落ちちゃう。手でおとなしくしててもらえません。指見ても威嚇音は出さない。ちょっと嫌がるか。餌じゃないよ。この状態で餌いけるかな。ああ、ちょっと。ああ、ちょっと今。ご機嫌斜めだね。ちょっと待って、そこで待ってて。ああ、はい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 、大暴れしない。ああ、もう中にいようか。ちょっと餌先に準備しておいた方が良かったですね。今片手で餌を準備しようとしてたら、その隙にちょっと手の動きとかが嫌だったんでしょうね。いろいろ動いたもんだから。まあそれはあるよね。そうなったら嫌よね。今ね、サイズ的にはほんとね、カナヘビサイズですね。大きいカナヘビサイズ。ちょっと餌を小さめにちぎって、これで食べてくれればいいですがって感じですね。こんな感じで、はい、あのこれはレオパゲルですね。あのちょっとね、こちらの施設の方からいただいた時にもレオパゲルで育てる子なので、この子にはレオパゲルをそのまま、そう、わざわざね、その支援していただいてて、レオパゲルもね、こうやってねくれたの。これ新しいやつで、これ今あげてるレオパゲルだからね。レオパゲル今2個あって、いやー、まさかですよね。ちょっとごめんよ。ご機嫌斜めですね。はい、大丈夫よ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 。はい、餌灯台食べるかい。はい、どうぞ。食べるかな。食べなさそう。いや、そう、ちょっと、餌をあげるのはちょっと後にしようかな。うん、餌あげながらハンドリングはちょっとまだ無理かも。ちょっとこうやってね、ほら、わかる？出てこうとするのね。ここに今落ち着いてもらうことを意識したいですね。はいはいはい、ごめんね、怖いよね。あと多分こうやって動画をね、撮りながら声が入るんで、その声もびっくりする原因ですね。ちょっとずつ慣れていってください。お願いします。で、ちょっとうんちしましたね。うんちというか、おしっこかな。尿酸が出てますね。これは後で拭いてあげます。私の毛が汚れることはまあ全然いいです。ちょっと落ち着きましたね。ちょっとこの状態で10分ぐらい抱いていこうかなと思います。ひとまずね、まだ全然人には慣れてるけど、ベタベタに慣れてるっていう状態ではなさそうですね。はい、こんな感じで日々日記のような形でね、出していこうかなと思うので、ぜひともよろしくお願いします。はい、ということでね、これサムネにいいな。これサムネにしようということでね、本日は以上となります。あ、嫌がってるね。ちょっとこのままいてください。一旦ね、動画の方は締めさせていただきます。ということでね、以上ビントでした。バイバイ。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録はこちらから、 Twitter のフォローは概要欄から、その他のおすすめ動画はこちらからよろしくお願いいたします。ということで、以上リントでした。バイバーイ。